俺がただのキモオタかどうかはお前らと店長が決める TV。 エンジョイパチンコライフ。ピボット TV、 YouTube、 そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。今回は兵庫県神戸市中央区三宮駅からめっちゃ近いアクセス三宮店さんに来てます。来てます、2回目です。はい、2回目の来店ということで、前回は多分覚えてないけど、まあ勝ってるはず俺の中では勝ってる、うん、絶対間違いない。確かアクセスさん、三宮店さん、いい店だねって言ったような気がするということで、ね、じゃあ2回目の勝利を目指して、じゃあ早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたアクセス三宮店さん。それでは早速店内のデータ見に行きましょう。前もなんか紹介したと思うんですけどね、すごいですねこれね。わー、打ちたい台がきっとあるみたいでね、いろいろ書いてあります、すごいね。じゃあ早速ね、こちらの階段を上ってスロットフロア行きましょう。じゃあアードス、エイ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 、頑張ります。アードマザス、エイエイアドス、エイエイアドス、エイエイ、久しぶりに神戸にやってまいりました。どうもアドス、アードマ、ありがとうございます。アドス、エイ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 、頑張ります。エイエイ、どうもありがとう、ありがとうございます。エイエイアードマザス、エイエイアドバス、エイエイアドバス、エイエイ、どうもありがとうございます。じゃあ早速ね、奥から、ああどうもありがとうございます、エイエイ、頑張ります。力強い握手いただきました。はい、じゃあ早速ね、端から行きましょうか。お、すごいね、勝負玉48個、これはもう間違いなく閉店まで行っちゃいますね。頑張ってください。信頼スーパービンゴネオ、すごくないこれ、109回だって。わあ、この台すごいな、3箱ねえ持ってますよ、素晴らしい。あね、大当たり回数は32とかね、ぶちぎっちゃってね、4000枚以上。あー、どうもありがとうございます、えいえい。さあ続きまして、アナザーゴッドハーデスコーナー、400、800ないね。まああるんだけど、463とかね、そういうのばっかです。お、もうここからノーマルタイプがある、始まるんですね。なるほど、ここからデータ見ていかないと。まあね、もう合成とかね、右下に出てるんで、これを見ながら台を選んでいけば OK。 130分の1のマイジャグラー2、本日が28の16、ね、5000回転、5700回転回してこの数字だから強いね。どうもす、えいえい、どうもす。さあ、お、パスロー、日暮らしのなころにキラね、本日が11月の14日なんですけどね、11月17日月曜日10時オープンね。49141、悪くはねえんだよな。まあでもできればもっと軽い台を見つけたいんで、見つけていこうって言ってたら、130分の1、20の18、悪くはない。えいえい、どうもありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、えいえい、どうもありがとうございます、えいえい、どうもありがとうございます。お、126分の1、ハッピージャグラー V ね。ただね、ほんとハッピージャグラーの相性がね、あまりよろしくないんすよ、私エデン君。あー、すいません、ほんとよろしくない。いや、稼働すごいなね、え、130分の1のジャグラーね、アイムジャグラー EX、 32の27、23の40、すごいね。砲台もすごいね、26の30ね、え、素晴らしい。どうしようかな、165、あっ、おはよう、あ、取られた、130分の1、空いてたんだけど。となると、どうも、これが一番強いかな、これでいこうか。じゃあ今回はこの台で行ってみたいと思います。えいえい、
はい、ということで今回ヘイテン君が選んだ台は北根園さんの、アイムシャクラ SP ですね。はい、おさわりパッチャンス、うい、残念。いやー寒くなったね、ほんとね、めっきり冷え込んでね、久しぶりに私が大好きなゴースローキャラバンのアウターを買いましたよ。最近負けてるにもかかわらず買っちゃいました。奮発しちゃいましたよ。この間ツイッターでなんか書いてくれたんですよ、リツイートしてくれて、新しい新作のアウター入ったんで買いに来てくださいよみたいなね、公式のゴースローキャラバンからリツイートされて、おお、リツイートされて、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。ね、このちっちゃいでしょ、いいんですよ、これがすごい好きなんです。うい、よしやったやったあれ、ここどこだったっけ、アクセス3の皆さん、いい店ね、いい店ね、あ、やっぱ言うと思ってたよ、ほらね、前も言っただろ、多分、うん、間違いない。今日は11月の14日なんですけどね、ちょっとまだこれ早いかなと思ったんですけどね、意外に今日ちょっと冷え込んでちょうどいい、なかなかね面白いのいっぱいあるんで、興味のある方はぜひね、インターネットでも買えますんで、ゴースローキャラバンで検索していただければわかりますよ。ラスト、はい、やりました。お時間あと9分あるんでね、もう一回来よう、もう一回じゃないとこれどんどん減っていっちゃうから、うん、次元ブレンジャーチャス。そろそろいいんじゃねえかな、もう500回やってるんですけどね。おー、おめでとうございます。いいんですか、あー、じゃあすいません、見えないな、あー、間違えた。あー、よかったよかった、よかった、あー、そうです、よかったです。ヘイテン君、目押し失敗しちゃったからコイン1枚減りました。悪いなと思って。よかったよかった、でもまだちょっと微妙ですよ、これ子役の村次第ではちょっとね負ける可能性もありますよ。まあ大丈夫だと思うんですけどね、今日、明日、明後日とね関西で撮影が3連チャン、何があんのかわかんないですけどね、行楽シーズンなのか、宿がね、なかなか取れなくてね、大変でしたよ。今日だってね、神戸で撮影なのにね、泊まるの難波ですからね。なくてなくて。参った参った。あと5分ですけど、まあこれで負けたとしても、大きい負けではないから、まあ、そのビビんないで、ガンガン回していこう。SP が光るよな。はい、あーだねー、あれ SP 光ったよな、確か。すごい嫌なのがね、ここにね獲得枚数が出てるのがすごい嫌なんですよね。あ、3分、いや、もう一回光んないとちょい勝ちだよ、これじゃ。結構早い段階に光るとね、見せ場がないね、後半なんかあるかな話。あー、やばい、いつ終わってもおかしくない、つうかできれば終わって早く。声なくなっちゃう。やばいね、うどん。いや、50枚以下になっちゃうじゃない。あー、慣れた。
51分だな。ちょっとサービスしてくれたかな、1分。じゃあ最後はうい、残念残念。微妙な枚数が残りましたね、これね。ないかな。負けんのか。ちょっと微妙な枚数だ。それでは早速恋の方鳴らしてみたいと思います。えいえい、じゃらじゃら。お、114枚。はい、今回の結果114枚。危なかった、やった。はい、実践終了、実践終了。ちょこっとやったということで、今回こちら、アクセス三宮店さんで実践した機種は、北電さんのアイムジャグラー SP を打ちまして、投資枚数が50枚の、獲得枚数が114枚ということでプラス64枚です。やりました。ちょこっとだけね。まあでもでも勝ったんでね、よかったよかったということでね。結構早めに光ってくれて安心しててね、2回目3回、2回3回行こうと思ったんですけど光んなくてね。まあ相変わらずですけどね。はい、ということで、でも気持ちよくプラスでね勝てることができました。多分あれでね、2連勝だと思うな、俺の中では2連勝間違いない。前回も勝ってるはず。見ないよ動画。チェックしないから。はい、ということでね、電空も皆さんも光っちゃう。こちら、アクセス三宮店参戦ではちょっとだけ、まあね、このようにもちろん話題のシーンだよね、バーンと入れていくんでね、そちらの情報は P ワールド、またはメルカリになって情報をゲットして、こちら、アクセス三宮店さんね来ちゃってください。あとですね、あのスクープ TV さんね、撮影が今度12月の23日ぐらいにあるらしいんですけど、あれなんか先月もそんぐらいだったんですよね。なんか先月もそんぐらいにやってるらしいんでね、なんか毎月大体そんぐらいにやってるらしいんでね、まあその辺は、スクープ TV さんの見なくていいんだけど、スクープ TV 別にね、ピーマー TV だけ見てりゃいいんですけど、まあまあまあそんなこと言わずに、スクープ TV さんの、撮影スケジュールをチェックしてですね、こちらアクセス三宮店さんで、ね、遊びに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も次回も勝つよ。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。